スペイン領、サハラ。スペイン領、サハラ。スペイン領、サハラ。ソラ、A、AR、イズベニアは、1844年から1975年までの、スペイン統治下地の西サハラ地域の名称。この地域は、スペイン帝国の最後の象徴であり、モロッコと、モーリタニア、現地の住民の主張だけではなく、主に国際連合による、植民地化解決への国際的な圧力によって、 放棄された。主権は紛争下にある。人口9万4000人、面積26万6000キロ平方メートルだった。この範囲は現在も変わっていない。1884年、スペインは現在の西サハラの沿岸地帯をベルリン会議によって与えられ、交易を確立し、軍事的な進出を始めた。1886年の夏、 貿易地理のスペイン社会の援助を受けは、リオデオロの植民地へ行き、地主学者の間で特徴が過労じて知られていた。そこで、地主学的、天文学的な観察を行った。これは、サハラにおける最初の科学的な調査と考えられる。この地域の境は20世紀初期にスペインとフランスの間で条約が結ばれるまでは、明確に決まっていなかった。 1924年にスペイン領サハラはスペインの領土からリオデオロとサギア・エルハムで作られた。これは一部ではなくカラは別々に統治されていた。1884年にこの地域に入るとスペインはすぐにサハラ人先住民部族から挑戦された。1904年のスマラを基盤とするシャイフの強力な反乱はフランスによって1910年に鎮圧されたものの m a r イネインの息子や孫、他の政治指導者による反乱の波に引き継がれた。部族の反乱により、スペインは1934年までに国の内部を支配するのは難しいと知った。1956年の独立に伴い、モロッコは旧植民地として西サハラを請求した。1957年、モロッコ解放軍は、の間に、 スペイン領西サハラの北にあるのほとんどを占領した。スペインはカナリア諸島から落下三兵連隊を送り、退けることができた。フランス援助を受け、脅かされていたスペイン領サハラを含む全体に支配が再確立された。その後、いくつかの懲罰的行動が将来の軍事的行動を防ぐため実行された。 スペイン領サハラの以前の遊牧ベドウィンは特定の地域に定住するよう強要され、町と村の都市化が加速した。他の部族はモロッコへの亡命を余儀なくされた。同じ年、スペインはスペイン領サハラ州を形成するため、サディア、エルハムラトリオでおろを統合し、タルファヤとタンタンをモロッコへ割上した。1 9六十年代、モロッコはスペイン領サハラへの主張を続け、 変換されるリストに乗るようにすることに成功した。1969年、スペインは、スペイン領サハラの州都となっていたイフニ地域を変換した。1967年、スペインは、モロッコ政府による、密かな組織的運動、ハラカト・タハリールに一層深く挑戦された。1970年のゼムラ放棄の弾圧後、サハラ人ナショナリズムは、 後戦的に回帰し、1973年にポリサリオ戦線を結成した。この戦線のゲリラ軍は急速に成長し、1975年前半、スペインは地方の支配を失うこととなった。政治的なライバルを作ることによってポリサリオ戦線の力を削ぐ試みであるは少しの成功しか収められなかった。スペインはの指導者に大まかに基づく政治制度、 を設定することにより共通した部族の指導者を立てようとした。1975年の冬のフランシスコ・フランコ死亡の直前には、スペインはモロッコとモーリタニアからの緑の更新で最盛期を迎えた激しい領土要求運動に直面していた。スペインは1975年の三カ国間のマドリード協定の合意後、地域から軍と入植者を引き上げた。モーリタニアは、 ポリサリオ戦線に対する戦いに失敗した後、1979年8月にを放棄している。停戦が1991年に効果を発揮したものの、モロッコはアルジェリアの支援を受けるポリサリオ戦線との戦いを封じた。未だ統治権は論争の下にある。国連は以前のスペインが行政権を持っていた。スペインでオサハラは実地できていない地域と考え、 モロッコを1970年から行政国としている。PKO は、サハラウィー人の間で独立に関する住民投票を行おうとしているが、未だ行われていない。アフリカ連合と最低でも81カ国は支配されてはいるものの、ポリサリオ戦線を背景に持つサハラアラブ、民主共和国下の状態にあるとみなしている。現在とは異なり、宗主国スペインが存在したため、 西サハラへの旅行は可能であった。治安も現在に比べれば安定しており、ビザを取得すれば渡航も比較的多いであった。なお、行く場合では、首都予防の接種などが必要となる。最短ルートは、スペイン本国を経由して、航空便で向かうルートであった。人口は、戦後にあたる九百五十年では一万人、程度だったが、百七十四年では九万人に、 増えている。スペイン放棄後の2010年では50万人を超えたと推測されており、現在も紛争地域だが増加中である。1972年のデータでは、55%を遊牧民ハム人とアラブ人が占め、スペイン人が27%、その他が18%という民族構成となっている。主要言語はスペイン語とアラブ語。 ベルベル語などで宗教はイスラム教とキリスト教が中心。国民総生産は1969年のデータでは1300万ドルであり、一人当たりの国民所得は210ドルと非常に困窮していたことが伺える。輸出はわずかな観光収入程度であり、主要輸出品もなく輸出額はごくわずか。輸入額は550万ドル。や,夏目やし 家畜や魚が主な産業である。これらは西サハラで自給的に消費され、輸出余力はほぼない。一方、資源としてリン酸塩と石油などがある。西サハラでリン酸塩が発見されたのは1963年。他にも石油等が埋蔵されていると考えられている。また、リオデオロではリンコショウが存在する。しかし、スペインは、 約2億ドル以上かけて林産塩の採掘から加工から輸送の設備の整備を行ったが、1972年時点では採掘はされていない。また、外国資本の採掘も1968年以降行われていない。石油は現在に至るまで少量の生産にとどまっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。